イエス・キリストの御名を称えます。おはようございます。今日吉田からですねお話をしたいというふうに思っています。今日はポイントを3つに絞ってお話をしようと思っていますけれども、よろしくお願いいたします。今見ていただいた映像はですね、愛するあなたへの中に入っています。一番新しいやつにですね、ぜひ用いていただきたいというふうに思います。今日はご主人が来ていらっしゃいますし、いつも第三礼拝に来てくださったお姉さんも来てくださってますけれども、一応許可をもらって作っていいってことなんで、名前も出していいってことだったんで、天に行かれたすみれさんもご主人もですね、本当にイエス様を多くの人に知ってほしいと思っていらっしゃるので、ぜひね、用いていただければと思います。またこの後さらに良くして作ろうと思ってますけれども、ぜひ使っていただければと思います。それではですね、賛美の時をお持ちしたいと思います。今日は先進について、賛美歌を最初に賛美したいと思います。それから賛美に入っていきますね。賛美歌338番死終わりまでを賛美したいと思います。はい、それではよろしくお願いいたします。主よ終わりまで使え祭ら、御そば離れずおらせたまえ、世の戦いは激しくとも、御旗のもとにおらせたまえ。海の中へ目を惑わし、いざないの賛美していきたいと思います。お立ちになる方はお立ちください。座ったままでも結構ですので、心から主を礼拝しましょう。主イエスに出会い、主イエスを信じ、イエスを愛し、
主イエスと歩む十字架の愛によって許され救われた教会の恵みの中、奇跡が表された。ここに来て主を褒めたたえ、ここに来て礼拝捧げて、永遠の愛の光受け、私は癒された。主イエスに出会い、主イエスを信じ、主イエスを愛し、主イエスと歩む十字架の愛によって許され救われた教会の恵みの中、奇跡が表された。ここに来て主を褒めたたえ、ここに来て礼拝捧げて、永遠の愛の光受け、私は癒された。ここに来て、ここに来て主を褒めたたえ、ここに来て礼拝捧げて、永遠の愛の光受け、私は癒された、私は癒された。少し古い歌を賛美したいと思います。天の窓を開いて、主よ私は今日あなたのことを思いながら、私の目を私の心天に向けて祈ります。天の窓開いて、ある手のよきもので満たし、天の喜びがこの地にもあふれますように。主よ私は今日もあなたの思いながら、私の目を私の心天に向けて祈ります。天の窓開いて、すべてのよ満たし、天の喜びがこの地にもあふれますように。天の窓開いて、すべての良
き物で満たし、天の喜びがこの地にも溢れますように、溢れますように。理解できるわけではありません。あなた方にどうしても理解できないことが、これか今までもありましたが、これからも許されていきます。しかし覚えなさい、私の思いはあなた方よりも高く、そして私はあなた方を愛している。私はあなた方に祭殿以外は決してすることはありません。あなた方が私の前に身を低くして許されるすべてのことを感謝していくとき、あなた方は理解できなかったことが永遠において理解され、実は祭殿であったことをはっきりと知るようになると知られます。多くの事柄は理解できます。そして神様が全てを意見されたとはっきりと知るでしょう。しかしあることは分からないまま、あなた方は天に行くでしょう。でもその時はっきりと知ります。主のされたことは、
実に素晴らしく祭殿だったこと、そして主は最高しかなさらなかったことを、あなた方はそこではっきりと知るでしょう。愛する子よ、この地上のことにとらわれ、時間にとらわれていてはいけません。永遠という破壊の中で私はあなた方に物事を見ることを導いていきます。永遠という計りに従って歩んでいきなさい。その時あなた方のこの地上の歩みは永遠に価値あることのために生きる確かな歩みとなると主は仰せられます。この天の賛美隊があなたと共に賛美していることを覚えなさいと主は言われます。それへ霊と誠を持って礼拝を捧げていきなさい。あなた方は生きる限り使命があると主は言われます。その使命に生きなさいと主は言われます。天と地が一つになって私はこれから働きを進めていこうと主は言われます。天における賛美、天における祈りと地における賛美、地における祈りが一つとなって私の働きが力強く進んでいくと主は仰せます。賛美隊は地上だけではない、天にもいることを覚えなさい。天と地が一つになるとき、あなた方は神の救いの技が起こるのを見ていくでしょう。神の栄光の技が現れるのを見ていくでしょう。確かに天と地が一つになることを私は今までも見せてきましたが、これからもっと顕著にそれが現れてくると主は仰せられます。あなたの愛を、空を見上げてあなたを思う、この大きな空のように広くって計り知れない、愛を覚え歌う。広くて広くて計り知れない、あなたの愛を覚え歌う。愛する天のお父様、聖霊様の深いご臨在を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また、素晴らしい映像特別賛美を心からありがとうございます。また今日継がれたこのメインサービスに問われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで礼拝されているお一人お一人を心からありがとうございます。長崎礼拝教会の新牧師であるイエス様が日本中世界中で牧会しかさっている私の教会のあなたの民、おびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださり、慰めと励ましと主にある希望を与えてくださり、神の言葉によって信仰を育んであなたが用意されている祝福を、救いを豊かに見ることができるように力強い御手を持って導いてください。語る者聞く者も減り下ります。どうぞこの礼拝に必要な上からの知恵と知恵を例えを持ってご自由に語ってくださり、とどみちいてください。イエス様、あなたに期待いたします。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。イエスキリストのお名前によって信じてお祈りいたします。アメン。